ストレートエニアグラム二等兵の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。もうすぐに我々の動画なんで、うん、チャンネル登録しとかないと上がってこないです、うん、もう見た時もう一期一会、ね、もう押しといていただくと励みになります。励みにしつこい、はい、すいません。今日は、うん、京美さん、うんうん、いつもありがとうございます。ありがとうございます、京美さんから、うん、メッセージをいただきまして、うん、いただいたのは、まあ、この方、うん、あの公務員ですと、うん、中には、うん、タイプ6が多い感じがしますと、うんうん、まあ、日本では一番多いなんて多い言われてるんですけど、うん、タイプ6の国って言われてますからね、まあ、教えがね、教えが和を持って尊しとなすですからね、うん、ただまあその、うん、旧タイプみんないるんじゃないのっていうのはちょっと思うんですけど、いると思いますけどね、6タイプばっかりっていうのはないんじゃないとは思いながらも、うん、まあ、6タイプが多い感じがしますと、うん、でそんな中で、うん、1のタイプ、うん、6、うん、タイプ1とタイプ6は合理と反応で違うけども、うんうん、やっぱりその、まあ、仕事場っていうこともあるし、うんうん、皆さんそれぞれ専門性を持って仕事をされているので、うんうんうん、そういう感情って出ない。うんうん、やっぱり、ね、まあ、役割ありますからね。そう、よくここでも話すのは、うん、みんな仕事をするときは合理的に考えてやってる、うん、やってる、うん、から分かんないけども専門職で感情を抑えているので、うん、まあ、見分けのがつかない、うんうんうん、けど6と1見分けの仕方がありますかっていうのをいただきました。ありがとうございます、うんうんうん、で今日もこのドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析っていうのをちょっと元に、うんうん、はい、はい、でタイプ6とタイプ1、うん、まあ、この2人、うん、エニアグラムの中で追従タイプに入ってます、うん、まあ、追従、まあ、ここで言う融和です、うん、融和タイプですよと、うん、でタイプ1は自らの超自我と自らの理想の欲求に従順である、うん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 、自らの理想、理想ですね、はい、で一方タイプ6は自らの超自我と他人、うんうん、特に権威的人物の欲求に従順であると、うん、もうこの辺ちょっとディスられてしょうがないってちょっと思っちゃうんですけど抑えて深呼吸で、タイプ6が自分をタイプ1と間違ったり、タイプ1が自分をタイプ6と誤認することはめったにないであろうが、他人、外から見ると彼らの表面的な類似性に惑わされる。なんでここで挙げられているのはまさしく京美さんのように人から見て、そう、どっちあなたはっていうのが分からないっていうのが書いてあります、うんうん、で混同が起こるとすると、うん、それは両方のタイプにある権威主義的、うん、法律万能主義的な特質が原因であると思われると、うん、似てますもんね。やっぱりその外から見た時の、はい、この心の中で思ってることは違うかもしれないけど、はい、外から見た時って多分似てますよね。あのイライラはしてる空気はちょっとあるかもしれない。イライラとこう例えばタイプ6だったらこう権威主義的なルールとかだったりするわけじゃないですか。そうですね、うん、あの結構マニュアル、マニュアルで1もマニュアルだったりするじゃないですか、はい、ルール これはこうすべきだみたいなのを思ってたりする。多分元々の動機は違うけど、まあ、そうですね、あの6的にはマニュアルが言ってんだから従えよ、うんうんうん、で1的にはマニュアルが、うんうん、多分合理的なんでしょう。合理的なマニュアルなんだから、うん、なんで1としては、うん、このマニュアルが合理的じゃなかったらダメなんでしょうね、うんうん、多分それを変えていこうとはすると思うんですね。6的には合理的じゃなかろうが、うん、決められたマニュアルならマニュアルなんです、うんうん、でその表面的にこのマニュアル、ルールを守れみたいな、このやり方に従えみたいなのは表面的には一緒ってことですね。なのでこれ本読む前に分かりにくいですよね、はい、外から見ると。で段階6っていうのは健全度の段階6で、タイプ6はまあ自分の劣等性を補おうとする向上が過剰な厄介なやつであり、同じく段階6のタイプ1は断定的な完全主義者、要はどちらのタイプも他人に何をすべきか指図するのをためらわない。でただやり方も違えば理由も違っていますよと。タイプ1は聖者を論じて非難し小言を言う、うん、あ聖者、聖者、はい、で真実や正義や完全性といった理想の名のもとに他人を説教する、うんうん、でタイプ1は、
周囲の人々に遠慮なく命令して、うん、物事がもっと完全に行われるように何をなすべきかを指示しますと、うんうん、一方タイプ6も命令しますよ、うんうん、ただそれは法律がきちんと施行されるようにする、うんうん、なぜなら彼らは他人の不服従に怒りを誘われまた脅かされているからであると。他人の服従に不服従、あ、不服従、要は人が守ってないと、うんうん、まあ自分が守ってる人が、ま、守ってないと、うんうんうん、まあ、その仕事の進み方が良くなくなるのも気になるかもしれないし、いやこっちが合理的ですって言ってるかもしれないけど、多分いや上が決めたルールだろう、この上がここを怒るのも多分見たくないと思うんですっていう、この辺があるのかな。要は上が怒るのを恐れている。でここに書かれているのは僕的にはそういう理解です。なんですごい分かります、しっくりくる書いてあることは、なんでその、まあ、他の人が不服従に怒りを誘われて脅かされている。タイプ6は権威あるいは権威的な人物と自己を同一視 し、権威が教えてくれた価値を自己の一部としますよと。教えられたことと自分を一体化することで、自分と同じ価値観を受け入れてくれない人に対しては、誰であろうと攻撃的になる、それは多分上が言ってるんだから、っていうのもっていう安心感もあると思います。攻撃するのは上も守ってくれるはず、あなたが言ったことだから、わかるなんかそう、僕の知り合いのタイプ6の人、はい、僕じゃないですね、それ。あ、そうす、はい、じゃない人なんですけど、こう上司が怒らないように、はい、自分が、ま、やるのは、まあ、理解できるんですけど、はい、他の人のことまで考えてるんですよね。あの人のあの行動はあの人怒らせるかもしれないみたいな。あ、だから、すごい、まあ、え、何か間違ってますかってちょっと思っちゃいますけど、ね、そこでなんか怖い上司とかだと、はい、なんかもうそこに意識を取られて自分がすり減ってるみたいな。そこそんなにあなたが苦しまなくてもいいんじゃないのみたいなことを思ったりするんですよね。なるほど、深呼吸します。で、タイプ6は、自分の心情に他人が無関心であっても、全く従わないのと同じぐらい激怒しますと、それなりの状況が整えばタイプ6は懲罰的なタイプ1並みに攻撃的で、卑劣で器量で執念深くなります、しかしそれぞれのタイプの全体的な感情の調子に注意をすることでこの2つは簡単に見分けがつきますと書いてあります、通常のタイプ6は心配性で優柔不断で矛盾した感情を抱き、そして何よりも反応的であると、彼らは対等な人間として自信を持って他人と付き合うのが苦手であることに気づいており呼びながら気づいてますよ、もう。なんで基本人には敬語で話します、上だと思ってますから、悔しい、書かれてて悔しいです、過度に上旬で依存的になるか、あるいは逆の極端に走って反抗的でふてぶてしくなります、もし真ん中で立ち往生したら、彼らは2つの感情に引きつけられて、いつまでも揺れ動くことになります、深呼吸します、まあ、こうした特性は通常のタイプ1には全く存在しないと言っていい、彼らの全体的な感情の調子は自制された冷静さ、合理タイプの人ですからね、彼らは自分の心を知っているし、あらゆることに意見を持っており、それを他人に対して非常に積極的に表現しようとします、彼らは自分の中にも聖者がある、ルールがある、ルール、はい、だから多分ボーンと筋が通って筋が通ってぶれない筋がぶれない、はい、タイプ6はどこかに多分この人が言ったからと、っていうのがあると思うんです。タイプ6は多分この感情と思考的なところを行ったり来たりするってよく言いますよね、言うので、はい、多分合理的に考えてこれはこうした方がうまくいくんじゃないかって考えるとするじゃないですか。やりますよ。でもそうするとこの人怒るかもしれないみたいな感情的な部分が戻っちゃう戻っちゃう戻っちゃうってやつですね。っていう、そうそう、
だけどこう1の人はバンってもうこれはこうするべきだみたいなのがバッチリありますと。なんでそのそれを他人に対して非常に積極的に表現しようとしますと。通常のタイプ1は極めて自制的なため自分の緊張に気づかないが、タイプ6は相当強い不安の緊張でもがいている。正義と怒りと道徳的な義憤がタイプ1の中にある主要な否定的感情であるが、タイプ6の中では主要な否定的感情は恐れと不安である。認めようとするかしないかはあると思いますけどね。多分恐怖反抗的な人だと認めないと思います、うん、私です認めたくない、認めたくないんですよ、うん、弱さですからそれは、うん、つけ込まれるのが怖いんです、うん、はい。でさらに通常のタイプ1は嫌味っぽくなったり、うん、口でひどいことは言うことがあるが、うん、暴力を振るうことはまずない、うんうん、それに対してタイプ6は喧嘩越しになるだけでなく、うん、時に突如として身体的暴力に訴えることがある、うん、あ僕は暴力は振るわないですけど、うん、ちょっとわかります、うん、カチンとくると目の前が真っ赤になりますからもう、はい、まあ、大人なんで多分大人だしなかなか家族もいるんで、うん、なかなかそこまではいかないけどその気持ちはわかるみたいな、はいはい、目の前が真っ赤になります、うんうん、で、まあ、その大きな違いにもかかわらず、うん、この2つのタイプに共通しているのは、うん、自分の理想、うん、あるいは権威的人物の命令に背く不行為をすると、うん、罪の意識を感じるっていう傾向であると、うん、確固たる良心のせいで生じる罪の意識と、うん、自分自身か他人を攻撃する傾向が、うん、この2つのタイプの主な類似点であると、うん、なんでまあ攻撃の、うん、結構タイプ1の人は、うん、多分聖者聖者なので、なんかあのこう自分で直接バンと怒ったりするよりも、はい、だから懲罰的な、あの人がこんなことやってますみたいな、これって問題じゃないですかって組織的に問題にしたりするんですよね。そういうのは多分、うん、あの融和タイプの6としては、うん、多分そこまで和は乱したくない、うん、あのだからルールの中でこの人を懲罰しようとするんですよ。それは 1? 1、はい。なのでこう例えば毎朝遅刻してくるような人は、あの人毎朝遅刻してきますみたいな会議にかけたりとかして、なるほど、でそれって会社として良くないんですかみたいな、会社のルールとしてその人を罰しようとするとか、遅刻しないようにさせようとするとかっていう感じですよね。このルールが中心にあるみたいな、僕としては、うん、なのでそういう時としては、うん、そういう、まあ、小言は1は言う、句、うん、としては、まあ、どんなこと言うんだろう、そういう時って。なんか言います会社の。言わないと思います。イライラしてるだけ。そう、うん、イライラは多分伝えようとはすると思います、うんうんうん、その遅刻してる人に対して。ただあの、会議でかけるとかは、我、うんうん、が乱れるじゃないですか。うん、この多分ルールが満たされるんですよね、1の人は。まあでも言うとすると、うんうん、まあ溜まって溜まってボカーンは言うかもしれないです、うんうんうん、ただ1はちゃんと注意も必要ですよね。1は注意をしますね。うちに前その1の人と、はい、多分7の子、はい、人とこう一緒に仕事をしてることがあったんですけど、はいはい、1の人はずっと怒ってました。そりゃそのなんて言うんでしょう、パーってユートピアをバーって掲げてやりませんだと、それはイライラしますよ。で7の人は軽いじゃないですか。楽しそうです。楽しそうに軽く、まあいいじゃないですかっていうノリじゃないですか。うん、うん、ノリで生きてますよ多分。ノリで生きてるんで、それをこう見て、で一緒に仕事を一緒にしてない時は仲良かったんですよ、はい、全然問題なく仲良く、はい、それ面白そうだねみたいな。1の人も1の人の統合の方向が7なんで、はい、多分そういうところに憧れたりみたいな、あそれいいよねみたいなのもあると思うんですけど、はい、でそれがこう一緒に仕事をやりだした途端ずっと説教なんですよね。1は聞きたくないね。7は聞きたくないでしょうね。聞きたくないけど、この1の人が圧倒的に先輩で、その技術も上でみたいなところがあって、
でこうなんとかくんねみたいな、これは良くないんだよみたいな、なんで良くないのか分かるみたいな、こう理屈で責められるみたいな、ロックとしてもそれは嫌ですね、うん、でそういうことやってるとこういう問題が発生するんだよみたいな、すごい、あ、ゴールの攻め方だなみたいな、こう詰められてるみたいな感じ でそれをこう7の人がこう7の子がこうシューンと、でそういうのは2時間とか続くんですよね。走れますね。そうマラソン得意ですね。そうリズメマラソン、リズメマラソンなので、こう見てるこっちがちょっと辛くてある。だってタイプ7って短100メートル競争の人じゃないですか。そうそう、まあいいじゃないですかみたいな、やったら7の子になりますよっていうのがこうできなくなるみたいな、はい、っていうタイプ1、タイプ1で、まあ、違い見方の見分け方としては、うん、他人に対して積極的に表現しようとするタイプ1、うんうん、とタイプ6は多分そんなに積極的では、まあ、多分受け身なんじゃないですか、物事に対してそんなに積極的ではないような気がします、うんうん、どこかで母感はあるんでしょうけど、うんうん、あとこう外見的なフレンドリーさ、フレンドリーさが多分6にはあるかなと思うんですよね。まあ、ただあのウィングで5の方に触れると、あ、まあその辺はなんかまあ分かりにくくなるかもしれませんけど、うん、まあ1も融和ですからね。2の方に触れるとウィングが2の方に触れるとまあフレンドリーですよね、はい、なのでこう、まあ、あとはこう本能センターと思考センターなんで、6の方は反応は早いかなって気はするんですよね。分かる、うん、あの1の人はちょっとどっしりした感じ、うん、どっしりした感じでパンって言われた時にくるっと考えてはいるんですけど、はい、ぐっとちょっと考えてから答えをポンと返事が来るのに対して、はい、6の人はパンと入ってきた瞬間パンと返すみたいな感じはするかな。その当社には、うん、タイプ1のデザイナーと、うんうんうん、タイプ6のディレクターなんですけども、うんうん、まあ、会う時は会うんですけど、うんうん、やっぱりその言った時の反応はやっぱり、うんうん、本能、うん、タイプ1はやっぱり本能、本能な感じはしますね、うんうん、なのでグッと考えるグーって沈んでから浮かんでくる感じ、そうでこう合理なんでリズムでグッと考えたのがポンと出てくるんで、多分すごい合理的な感じが出てくるんじゃないかな。お客さんからこう言われたって言うじゃないですか、うんうんうん、こっちはいやスケジュールでしょ、スケジュール出したじゃん、うん、なんですね。でこっちとしては、うん、多分タイプの人はお客さんにも、うん、いやスケジュールがこうですよねは言うと思うんですね、うんうん、あそう多分ルールなんで最初に決めましたよね、決めましたよねって言えるんですけど、うんうん、タイプ6としてはいやこういうのって変わるじゃんお客さんこうやって言ってるしさ、うんうんうん、そっちの方が大事だよね、うん、ってなってこうやって言うと、うん、いやスケジュールこうでしたよね、うん、言ってくださいみたいな、うん、初めに決めましたよね、うんうん、あだそういうところありますね、うんっていうと、あじゃあもういいわ、データちょうだいみたいな、俺自分でやるから、うん、っていう反応が出るんですよ、うんはい、もう外出ますからいい、貸して、うん、っていうこのよろしくない、うん、お互い深呼吸しましょう、うん、お互い、うん、なんでまあ怒ると反応で怒るタイプ6、うん、リズムで怒るタイプ1、だからこう怒り的な感じですよね。このルールを守らない人に対して怒りが発生するみたいな、はいうん、そうですね。あ、うん、これ良かったかもしれない、うん、リズメで起こるタイプ1と、うんうんうん、もうあの反応で反応で感情でカチンとくるタイプ6、もういいわって怒る、はい、もうよくもういいわは言います、もういいです、ま、もういいですよく言います、ね、あ、まあ、そうかもしれないですね、はい、興味さんいかがでしょうか、はい、もういいですを言う人はタイプ6です、うん、感情で感情で、うんはい、リズメで怒るタイプ1、タイプ1、うん、あタイプ1僕は1みたいな感じ、はい、いかがでしょうか、はい、タイプ1の方タイプ6の方、うん、ご感想いただければ、ご感想真摯にもっとこういう風だみたいな、こういう風に怒るみたいなのが、そうです、ね、他の6の人とか、はい、他の1の人とかの意見もあると、そうですね、うん、よくタイプ6の人、うん、もういいですって言いませんか、言うかも、もういいですって怒りませんか、はい、ご感想お願いします、はい、お願いします、チャンネル登録もよろしくお願いします、ありがとうございます。